ラトの都市の遺跡。ラトは古代ギリシア、クレタ島の古代都市である。ラトとも表記される。その遺跡は現在ラシティケンクリザの小さな町から約3キロメートルに位置している。アレクサンドロス大王に仕えたネアルコスはラトの出身である。ドーリス人の都市国家は都市のアクロポリスとなった2つの山頂の間にミラベル湾を見下ろす防御可能な位置に建設された。 都市の建設はおそらく、ドーリス人が到来した、後期青銅期時代以前に先立つと考えられているが、現在見つかっている遺跡は主に紀元前5世紀から4世紀頃の、ドーリス人の時代のものである。この都市の名前は、ギリシア神話のアポロンとアルテミスの母である女神、レトニチナンで名付けられたと考えられ、クノッソスから発見された、専門ジビーの粘土版に、 RA2 として言及されている可能性がある。またラトでは古くから女神、エイレイテ霊ーヤが崇拝されていたらしく、同地で発行された貨幣にエイレイテ霊ーヤの肖像が 描かれている。全3世紀末にラトは、クレタ島の都市同盟に参加し、同じ法律を共有した。またラトは、ロドス島、テオス、ペルガモンのエウメネス一世と同盟を結んだが、隣接する都市をロストは国境をめぐって継続的に、対立していた。現在のアイオスニコラオスの近くにあるラトプロスカマラの遺跡は、 ラトの外交として、ドーリス人によって建設されたが、人々はむしろカマラに集中していき、やがて、ラトの政治機能はカマラに移され、最終的に全200年頃に放棄された。カマラは、ローマ時代も使用されたが、これは後に混乱を招き、ビュザンティオンのステパノスは、クレタ島の歴史カゼニオンを引用してラトとカマラは、同一の都市であると繰り返し主張した。現在ではこの二つは、 明確に区別されている。考古学者、フェデリコ・ハルブヘル、エル・マリアーニ、アントニオ・タラメリは遺跡を訪れて、ラトに特定した。1894年から1896年にかけて、アーサー・エバンズが小規模な発掘調査を行った後、1899年から1901年にかけて、アテネ・フランス学院が、 ジョセフ・デ・マルニュの指揮のもと体系的な発掘を行い、1968年にピエール・デュ・クレイ、オリビエ・ピカールらによって再開され、1970年代まで続いた。ありがとうございます。